アトエイの銅像、アトエイとは、西インド諸島に定住していた、原住民、アラワク五族に属するタイの族の伝説な主張。イスパニョーラ島出身だが、キューバで、スペイン征服者に対して、最初に、決然たる反逆運動をした人物である。1511年8月15日、ディエゴ・ベラスケス・デクエリアル率いる、約300人のスペイン兵士の征服者たちがキューバを、 植民地化するため、すでに、スペインに占領された、イスパニョーラ島からやってきた。その兵士の中に、メキシコのアステカ帝国を征服したエルナンコルテスラも、いた。ベラスケスはキューバにたどり着いた時、最初に、バラゴラの砦を築いた。その間に、スペインの征服者から逃げるため、イスパニョーラ島の隊の、族の何人かは、キューバ東部へ逃亡して行った。そして、 その中にアトウェイの名の主張がいた。イスパニョーラ島の他の人々が受けた虐待を知っていたアトウェイは女性及び子供を含む約400人の部族と共にカヌーでキューバに渡ったのである。1512年2月2日、スペイン人の征服を恐れたアトウェイはバラデロの砦を攻撃し、スペイン軍に対してゲリラ戦の抵抗運動を展開した。 しかし、情勢理あらずと見て密かに島を脱出し、再起を目指し、キューバに潜入。彼は、キューバの同胞に来たるべき試練に備え団結しようと、説いて回り、スペイン軍が上陸するとすぐに、アトエイの抵抗運動が始まった。彼の戦法は、スペイン軍をジャングル内深く誘い込み海や島で奇襲をかけるという、もので、アトエイの抵抗に悩まされたスペイン軍は、 バラコアに3ヶ月もの間、釘付けにあったという。しかしアトエイは仲間に裏切られ、ベラスケスはアトエイを捕まえ反逆の罪に罰し家計にした。家計の際、木に縛り付けられたアトエイは、スペイン人修道士、フアンティシンから、悔い改め、キリスト教に回収すれば、天国に行けると説かれ、キリスト教への回収を進められる。アトエイはしばらく考えて、 キリスト教徒も天国に行くのかと尋ねた。ティシンが善良なキリスト教徒であればと答えると、天国へは行きたくない、地獄へ落ちたい。キリスト教徒がいるところには行きたくないし、二度と見たくない、とキリスト教の改修を死ぬまで断固拒否した。アトウェイの死は、キューバで最初の独立のための苦悩の殉教者として、いろんな伝説を生んだ。アメリカ合衆国のビールメーカーが同国で、 生産販売しているキューバの有名ビールにはアトゥエービールと名付けられたブランドが存在する。ラベルデザインはアトゥエーの肖像である。ありがとうございます。